はい、この動画の声が録音されてなくて悲しかったユニッチです。はい、今回はね、久しぶりに脱獄ごっこをやっていきたいと思います。久しぶりです。はい、今年入って初めてです。まあね、いつも通りやっていきたいと思います。始まりました。今回の武器はレーザー刀とトラップですね。はい、久しぶりすぎてね、操作がねちょっとわかんないですね。まあね、普通にやっていきたいと思います。まずはね、宝箱を開けていきたいと思います。で、メンバーが決まりました。その人の名前は春吉さんです。イエーイ。これからよろしくお願いします。ユニッチ社って何するかというとね、それでもいいです。はい、まあ優勝おめでとうございます。はい、僕はね、登録者ね200人行きたいですね。はい、もうね行きたいです。もうね、前からずっと思っていましたね、登録者200人していいんですけどもね、みんながね見てくれるとね嬉しいんですよ。はい、毎日投稿はすごく大変だけど見てくれたら嬉しいですね。はい、みんなねぜひね、僕の動画もそうだけど、ユニッチ社メンバーの人たちの動画もぜひ見てください。自社メンバーも登録してあげてください。まあ僕の弟のお兄ちゃんのチャンネルとかね、まあお願いしますね。はい、新しいメンバーの春吉さんも登録お願いします。ユニッチ社ね結構ね活動してくれてるんですよ。ユニッチさんとかね、リオッチさんとかすごく嬉しいんですよ。はい、嬉しいんですよ。まあ、いろいろね、やってくれて嬉しいです。ありがとうございます。次の話は、のんちゃんの相方の犬のすけが、登場したんですよ。はい。それはね、僕もびっくりしましたけどね。まあ、今後もね、活動していくらしいですよ。犬のすけさん今いるんで、声聞かせてもらっていいですか、犬のすけさん。これからよろしくお願いします。おー、いいですね。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。